勝利勝てるようにね、チームに貢献できるように頑張ってほしいですけど、まあ、得点できれば得点入れてほしいですね。はい。はい、あの今朝、はい、今朝、はい、メールで頑張れよって言ったら、はい、はい、どんな話でした？スタメンじゃないと思うけど、うん、まあ、出たら頑張るわ、うん、言ってましたけど。試合の流れを変えるために彼が投入されると思うんで、あのおそらく勝利というか勝敗に直結するプレーをすると思います。だからまあここからですけども、できるだけ周りのそういう期待、チーム内の期待にも応えるようなそういうプレーをしてほしいと思いますね。それをまあ町民一体となって後押ししました。リオデジャネイロオリンピック日本メダルを目指す戦い、その第一歩です。浅野君が5サイド上で、だいぶピンチの時に1点決めたので、なんかよかったです。2点ぐらい決めてほしいと思います。